こんにちは、ブラックパレードの良平です。今回も始まりました BP ブログ。今回ですね、まあ本当は今日アップしようと思ってた動画があったんですけれども、それがちょっとね、まだちょっと準備が、きちっと整ってなかったので、まあ今日はBP ブログの、まあ、番号つけずに、まあ、ちょっと軽く雑談じゃないですけど、まあ、ちょっとお知らせとか、まあ、1ヶ月ぐらいかな、ちょうどもうこの BP ブログシリーズを、始めて、まあ、1ヶ月ぐらい経つので、まあ、それにね、まあ、いろいろ思うこととか、あって、その辺をちょっとね、軽くダラダラと、お話できたらなと思ってるので、まあ、今回はね、まあ、BP ブログ番外編みたいな感じで、まあ、だらっと聞き流していただければ、ありがたいです。はい、というわけで、まずですね、ちょっとした、まあ、新商品ってほどでもないんですが、いくつかちょっとウェブサイトの方にアップしたものがあって、まずこちらがデカールの、スインガムデカールですね。一応、まあ、06アップの、ダイナのスインガムにビタビタに入るような、サイズ感にはしてあります。なので、まあ、車種によってはね、まあ、スポーツでもつくしとかっていうのもあると思うんですけど、ちょっとごめんなさい、全部の車種がどうしてもないので、どれが入ってどれが入らないっていうか分かんないんですけど、最悪、例えばスイングアーム入らなくても、フロントフォークにこう縦にね貼ったりとかもできるので、結構まあいろんな使い道はある、ちょっと大きめの、デカールをリリースしました。で、一応色が白と、あと 3M のリフレクターと、2色あります。まあ、確かサイズ、一応ホームページ書いてあるんですけど、確か4センチの30センチぐらいの、大きさでした。まあ、この辺は、あまり大きいやつ作ってないので、まあ、車とかでも、ぜひぜひ、この辺は貼ってみてください。はい、あとは、これは今までもあったんですけど、また再入荷しました。BPMSW ね、定番のみんなが、ここにつけてるデカールの、リフレクターバージョンですね。昔出してた時は 3M じゃなかったんですけど、今回は 3M のリフレクターになりました。はい、そして、先日リリースしたこの、まあ、稲妻柄のやつですね。これもリフレクターを追加しました。で、これは2枚セットで左右ついてますので、まあ僕はヘルメットのここにつけたりとか、まあカウルある場合だったら左右につけたりとか、まあちょっといろんな面白い遊び方ができるデカールなんで、これもぜひチェックしてみてください。で、あといくつか、スナップバックとかも、できればホームページちょっと再入荷、してるものもあるので、こまめにチェックしていただけると、いいかな。基本的にはね、一回作って終わりなんですけど、キャップ類とかは、結構ね、たまに、リストックしたりとかしてますので、まあ、その辺は、ぜひぜひ、チェックしてください。はい、あとですね、まあ、インスタの方では、告知させてもらってるんですけど、まあ、この BP ブログの中で、まあ、質問コーナーじゃないですけど、どうしてもね、一方的にこう発信するだけじゃなくて、まあ、皆様からの意見もね、いろいろと取り入れて、より良いコンテンツ作りを、していきたいので、まあ、それに伴って、まあ、こういう、まあ、普段どういうあれしてるんですかとか何でもいいんですけど、インスタのストーリーの方で、質問をね、今日ちょうどもうアップしてるんですけど、募集してますので、まあよっぽどすごいプライベートなことじゃない限りは、できる限り、お答えしたいなと思ってますので、まあ質問プって入れてもらってもいいですし、もちろんこの、動画の、コメントで、入れていただいてもいいですし、メールでも何でも結構ですので、まあ、バイクのこういうのはどうなんですかとかでもいいですし、商品のことについてもいいですし、何でもいいので、ぜひぜひ、メールか DM か何でもいいので、ぜひ送ってください。はい、そして、10月の20日ですね、ザ・ブラックパレードボリューム6を、開催することになりました。まあね、年に2回ぐらいかな、まあできるだけ開催するようにはしてるブラックパレード主催の、ツーリングなんですけれども、今回は、まあ愛知県から、静岡まで、まあ軽く距離にすると、片道200キロぐらいかな、多分、ぐらいの、感じで、まあ海鮮バーベキューみたいな、お店をちょっと抑えてあるので、まあ、
みんなで行ければいいかなと思ってます。で一応あの定員を設けさせてもらってるんで、まあ今のところも半分はちょっと超えちゃってるんで、まだお申し込みがお済みでない方はブラックパレードの、インスタグラムのプロフィール欄に、参加フォームの、URL が貼ってありますので、ぜひぜひ、ご参加、いただければなと思いますんで、まあそのやっぱり走るペースとかがいろいろあるので、まあ、給油のタイミングもそうですし、そういうのもあるので、ちょっと車種はね、ある程度ちょっと絞らさせてもらってるんですけども、まあ、今回から、401cc 以上ね、まあ、大型、免許で乗れるスーパースポーツも、OK にはしたので、まあ、もし周りで誰かいれば、ぜひぜひ、ご参加ください。まあ、ハーレーの縛りはねあんまり変わってないんですけども、はい、まあね、たまに、遠方か県外からも参加いただく方とかも、いらっしゃって、まあ、一人で初めてとかっていう方もいるので、本当に、のんびり楽しく、みんなで走って、まあ、バイクのことはでもないこうでもないって話したりするぐらいの、軽い、ツーリングなので、お時間ある方はぜひ、ご参加ください。とまあね、YouTube のねチャンネル自体はあのメガ東海さんとねプロジェクトスポーツグライドの時から、まあ、解説して、まあそこからねプロジェクトがあればコンスタンスに、そのプロジェクトの様子とかをねお届けしてきたんですけれども、いろんなまあプラットフォームとして YouTube をね、使わせてもらって皆様にねこういろいろとこう情報をまあ提供できればいいなと思って、でまああの BP ブログシリーズをね、始めて、まあできるだけ毎日ねほぼ上げて上げさせてもらってて、でまあ1本上げればやっぱりこうあのチャンネルね登録してくださる方もねどん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 増えてきて、非常にねあのまあ上げたら上げた分だけねレスポンスが返ってくるので、僕としてはすごいやりがいが、あって楽しくやらさせてもらってます。ね、まあね、もともとやっぱり、まあ、ブラックパレードの、まあ、オーナーとしても、ね、いろいろとこう、まあ、服を売ってなんぼみたいなところもあるんですけれども、まあ、バイク屋でもないので、まあ、あのバイクの情報を上げたところで、あれかなと思うところはあるんですけれども、ただね、そうやって、まあ、ブラックパレードを知るきっかけになっていただければ、僕はいいなと思いますし、まあ、ブラックパレード来てない方でも、そうやってね、ブラックパレードを知って、でまあ僕が持っているね、少ない情報をね共有することによって、皆様がより良いねバイクライフがね、送っていただければ、僕としてはすごく、いいかなと思いますし、やっぱり今こうバイク乗る人がどん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 ね減ってるっていう中で、皆様にとってもねこうバイクが、ライフスタイルのうちの中の一つとして長くねてくもらえるように共有できればいいかなと思って、やっておりますので、まあでチャンネル登録ももちろんそうなんですけど、まあもし気に入るものがあればぜひブラックパレードの方でね、ポチッとしていただければ、励みにもなりますし、もちろん、まあ、チャンネル登録者数もそうですし、まあ、もちろんブラックパレードの認知度というか、皆さんがいっぱい来ていただければ、もちろんこういう YouTube の、ね、コンテンツとしてももっとクオリティの高い、もっとよりいいもの、もっと面白い企画ができたりとかっていうのも、できるとは思うので、ね、少しでもいいなって思う、このチャンネルをねいいなと思っていただけたら、いろいろとねサポートしていただければ、僕はありがたいなと思います。というわけでですね、まあ、今回は、ちょっと、まあ、ステッカーの新商品とか、まあ、BP のツーリングの件とか、あと、まあ、このね、BP ブログで、お話ししたいこともあったので、ちょっとね、番外編という感じで、雑談ってまあね、僕一人喋ってるだけなんであれなんですけども、ブログ作らせてもらいました。またね、明日からはまた、コンスタンスに、いろいろと上げていけると思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。はい、というわけですね、今回は、以上となります。また、次回お会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。